おはようございます、立憲民主党の、尾辻かな子です。質問の機会を頂戴しましてありがとうございます。私20分ということでいただいておりますので、早速質疑に入りたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。さて、今日は、旅館業法の審議ということなんですが、その前にですね、ちょっとこの間、ございましたある発言について、ぜひ大臣にご所見を伺いたいということで、まず一問質問をさせていただきたいと思います。これはですね、11月23日に、竹下渉自民党総務会長のご発言の報道についてでございます。新聞報道によりますと、党支部の講演の場でですね、国賓のパートナーが同性だった場合、私は晩餐会の出席には反対だという趣旨のことをおっしゃったということであります。それでですね、これ、外務の方でやっていただいたらいいんですが、今例えばルクセンブルクの首相とかですね、アイルランドの首相は実は芸男性なんですね。でセルビアの首相も実はレズビアン女性でありまして、こういうことを公表されて、その国の代表であるということなんでございます。で、そういう方を、やはり、排除するような、発言をされると、その方を代表に選んだ、国民の皆さんを軽視することになりますし、もちろん礼儀を失する、外交的な、失点になるかと思います。そしてその大元には実は、性的マイノリティの人たちを、このように、排除してもいいんだというふうな、人権意識につながってしまうのではないか、こういう危惧を、感じているところであります。予算委員会の方でですね、政府の見解については、一定質問されているんですけれども、厚生労働分野を預かっている、加藤大臣としてこの発言について、どう受け止められたのかということについてご所見を伺いたいと思います。加藤厚生労働大臣。土地委員お話がありましたように、基本的に政府の考え方は予算委員会で総理からもまた外務大臣からもご発言があったので省略をさせていただきたいと思います。この発言そのものについてはあくまでも政治家個人の見解なのでですね、政府としてまた厚生労働大臣としてコメントするのは控えたいと思いますが、しかし性的指向や性的自認に対する偏見差別、これは絶対あってはならないというふうに考えております。こうした偏見をなくして一人一人の人権が尊重され豊かで安心できる成熟した社会、割には共生社会と言ってもいいのかもしれません。その実現のために、厚生労働省においてもこれまでもセクハラ等のパンフレットの中においてもこの LGBT の問題についてもですね、内容に盛り込み、そして適正な対応ということを啓発しているところでありますし、また労働局の総合労働相談コーナーにおいても相談に対応する、こういった取り組みをさせていただいておりまして、引き続きこうした取り組みをしっかり進めることによって、性的指向性自認に関する職場での理解の促進を図るとともに、すべての方々が働きやすい職場環境づくりに引き続き取り組んでいきたいと思います。尾辻かな子君。はい。大臣の方からはですね、しっかりと偏見を、偏見を取っていくということでおっしゃっていただきました。ですので、ちょっと旅館業法の中で、の質疑の中でまた、ちょっと細かいことも聞いていきたいと思います。今回私質問させていただくにあたって、6月の委員会の、この、旅館業法の議事録を読ませていただきました。で、その時ですね、結構議論になっていたのが、第5条について、議論になっていたかと思います。で、第5条とは何かといいますと、宿泊拒否をしてはいけない、3つの例外を除いてはしてはいけないですよということが書いてある条文でございます。でですね、実は旅館業法5条ではこうやって宿泊拒否をしてはならないということになっておりますが、今日お手元に資料配布をさせていただきました。この1枚目のところの左の新聞記事をご覧いただきたいんですけれども、実は私この左は大阪市において、宿泊拒否、同性同士で、宿泊をしようとしたところ、ホテル側から宿泊拒否に遭いましたという事例であります。
そしてですね、これは実は私が事務局長を務めているイベントで、このことが起こりまして、東京から、いらした方が大阪で宿泊をしようとしたところ、同性同士はダメだというふうに断られて、でその方から、私に連絡があって、これは実は第5条違反だから保健所に連絡をしたら指導してもらえるということで、保健所に指導をしていただいたというのが、実はこれ結構古くて2006年でございます。そして、実はその右側ですけれども、2006年から今2017年11年経ちました、じゃあ実はこの問題は解決しているのかというと、そうではなくて、この右側は2015年7月9日の、記事でございますけれども、松山の3つのホテルで性的少数者、つまり同性のお客様同士のダブルのご利用はお断りしていると書かれたケースが3件あったというようなことで、実際にこれも拒まれております。私も聞きました。ですから旅行に行った際にですね、こうしてせっかく泊まろうとしたら門前払いをこのように食ってしまうということが実は起こっております。そして、今までは当事者がそれを当たり前だと思った、自分たちが少数派だからこうして断られてしまうのは仕方がないと泣き寝入りをしていた部分が、少しずつ見えてきたのかなというふうに思っておりまして、例えば保健所でしっかり調査をしているところもあります。東京の豊島区の池袋の保健所が、2015年2016年区内の宿泊施設の中で同性同士の利用を断ると答えた、これ調査されたそうですね。じゃあ180件調査したところ43件が断るということで、4分の1の宿泊施設が同性同士の利用を断ると答えたということも新聞報道でされております。はい。で、これら、保健所で把握されているのもあるんですが、まずは厚生労働省としてですね、このような、同性同士の宿泊拒否について、これらの報告を把握したり、また調査をしたことがあるのかということについてお聞きしたいと思います。宇都宮厚生労働省生活衛生食品安全審議官。お答えいたします。これまで、旅館業法第5条違反の件数等の定期的な調査あるいは集計というのは行ってございません。しかしながら都道府県等に対しまして、旅館等への立ち入り検査につきまして、昨年度と今年度の実施状況を特別に調査しましたところ、平成28年度に1件、LGBT のカップルの宿泊拒否事案に関しまして、立ち入り調査及び指導が行われていたということを把握してございます。尾辻かなこ君。はい。今1件ということですけれども、区役所が保健所が調べると4分の1あったとかですね、多くの当事者はなかなか言えてないのかなとか、あと、内閣府で実は、世論調査の中でこれ1回調べたことはあるみたいで、人権擁護に関する世論調査の中で、これ実数ではないと思いますが、性的指向に関する人権問題として、宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されることということについて、一定数ですね、こういう人権問題があるということが、世論調査の中でも分かっております。でですね、これだけ、事案がある、新聞報道でもある、そして実際は宿泊拒否の実態があるというところで、これはぜひとも、防止をしていただかなければいけないと思っております。つまり多くの宿泊業の皆さんは同性同士の宿泊は、断っても構わないんだという認識があるということだと思うんですね。この豊島区の事例を見ても、ですので、ぜひともですね、これは通知をちゃんとですね、同性同士でもちゃんと、宿泊をするようにと、宿泊拒否をすることがないようにという通知が必要かと思います。これについてはいかがでしょうか。宇都宮生活衛生食品安全審議官。お答えいたします。
旅館業法第5条におきましては、先生ご指摘のように、宿泊しようとする方が伝染病等の疾病にかかっていると明らかに認められるとき以外につきましては、宿泊を拒んではならないとされているところでございます。過去にハンセン病の元患者の方の宿泊を拒否した営業者に対しまして、旅館業法に基づき行政処分が行われているなど、旅館業法は不当な差別的取り扱いを防止することを原則としてございます。このためご指摘いただきましたとおり、同性同士であることのみをもって宿泊拒否をするというような差別的取り扱いは旅館業法第5条違反となるものでございまして、本規定の適切な運用が図られますように周知を図ってまいりたいと考えてございます。はい、お辻かな子君。すいません、周知を図るということはこれ、通知を出していただけるということでよろしいんでしょうか。確認です。宇都宮審議官。お答えいたします。自治体の担当者会議その他さまざまな手段があると考えてございますので、その手法につきましては検討させていただきたいと思います。はい、お辻かな子君。はい、ぜひとも通知を出していただきたいと思うんですね。でこれは別に我が党が言っているだけではなくて、自民党さんも実は提言をされてまして、性的指向性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すための、基本的な考え方というのを平成28年5月24日出されているんですが、その中に、しっかりとですね、宿泊施設や入浴施設等あるいは観光客向けの施設において性的指向や性自認に関し不当な差別なくかつ適切な配慮がなされるよう検討を行い必要に応じてガイドラインの策定や通知等により行うべき対応を明らかにすること、それ特にで、ホテルでの宿泊におけるダブルベッド、ルームの予約等というふうにちゃんと書いてございます。はい、そうですね。なので、すみません、もう一度じゃあお聞きしたいと思います。ぜひとも周知のためには通知がいいかと思います。お答えいただきたいと思います。宇都宮審議官。はい、はい、お答えいたします。もちろん通知も有効な手段だと思います。通知も含めて検討させていただきたいと思います。お辻かな子君。はい、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。それではちょっと引き続きまして LGBT 関連ということで、雇用労働について、ご質問をさせていただきたいと思います。お手元の資料をご覧ください。1枚目めくっていただきまして2枚目でございます。今年実は、LGBT 性的マイノリティの働き方雇用労働についてはさまざまなところから提言が出ております。おめくりいただきましたところにあるのは経団連が、今年の5月16日に、ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けてということで提言を出されています。これは、下に下線が引いておりますけれども、その中でも見えないマイノリティであるとともに企業としても取り組みが急務となっている LGBT の人々に関する対応に経済界として初めて焦点を当て各企業の取り組み状況を紹介するとともにどのような対応が考えられるか提言するものであるという経団連が出しております。1枚おめくりをください。その次に、つけましたものは、労働組合の方から、連合の方からも出ているものであります。今年11月に、性的指向および性自認に関する差別禁止に向けた取り組みガイドラインということで、出ております。さっきこれが大体これの大きさで51ページのもので、経団連であれば経団連が42ページものの提言、そしてもう一枚おめくりいただきましたら今度は学術界からもこのようなものが出ております。性的マイノリティの権利保障を目指してということで今年の9月29日に、労働の分野ということで一枚おめくりいただきましたらついておりますが、括弧4雇用労働に関する権利保障の課題で下線のところに第一に厚生労働省は雇用労働における性的マイノリティの権利保障を目的としたガイドラインを策定することということで経済界そして働く側の労働組合また学術会議学者の皆さんからも学識経験者からもそろそろ働き方についてガイドラインが必要だとおっしゃっておられます。
先ほど申し上げました、実は自民党さんの考え方の中にも実はございまして、雇用労働環境というところにですね、職場における自主的な取り組みを促すため、ガイドラインの策定等の施策の検討を積極的に進めることということで書いてあるわけでございます。はい。実は性的マイノリティ予算委員会でありました、大体この連合さんの調査、1回インターネット調査で 8% という数字がありました、いろんなところの調査で大体 5% とか、多いところでは 13.1%、国勢調査に入っておりませんので、正確な数字というのはなかなか把握は難しいんですが、一定程度働く中にもおられる、こういう皆さんのですね、ところで、最初に、大臣の方から、今、さまざまな、セクシャル、ハラスメントであったりというような一定取り組みがあるというのも聞いておりますが、これはそろそろ厚生労働省としてガイドラインを作るべき時にも来ているのではないかと思います。この辺、今の取り組み、ちょっと手短にとですね、方向性をお示しいただければと思います。すいません。加藤厚生労働大臣。先ほど申し上げましたけれども、性的指向や性自認に対する偏見差別をなくすと、そして誰もが働きやすい環境を作っていく。うん、そのためにも、事業主をはじめですね、そういった方々にも正しい理解を持っていただくことは大変大事だと思っておりまして、先ほど申し上げましたけど、厚労省においてもこれまでもその LGBT というよりもセクハラ、パワハラとか採用とかですね、そういった観点からアプローチする中でこの問題も取り上げさせていただいております。で、今各党からも、そして今お話しいただいた経済界とか労働界、そして学術界からもそうしたお話もいただいておりますので、どういう対応を取るのが一番この問題の理解促進を図るためにいいのか、そういった面についてもガイドラインの作成も含めてですね、しっかり研究したいと思います。尾辻加奈子君。ぜひとも研究ではなくて検討をいただきたいと思うんですけれども、はい、ご所見を伺いたいと思います。加藤厚生労働大臣。失礼いたし、検討させていただきたいと思います。尾辻加奈子君。もう本来であれば厚生労働省が実は引っ張っていって、そして皆さんと一緒にやっていくのがいいと思うんですね。なので、ぜひともですね、ガイドラインを策定いただきたいという要望をさせていただきたいと思います。あと1問だけやりたいと思います。客室のですね、実はバリアフリーの問題、ホテルのバリアフリー、ユニバーサルデザイン化と言ってもいいと思うんですけれども、この課題について少しお聞きをしたいと思います。東京オリンピック・パラリンピック、2020年東京パラリンピックまで、あと1000日になりましたというところで記事が出ておりまして、車椅子のですね、方が使える客室が、部屋が少ないというような、話が出ていてですね、これまずどれだけ今、車椅子使える部屋があるのかすらわからないというような状況があるというふうに、ここの新聞記事では書かれております。で、私も聞かせていただいたらですね、実は今の基準ってホテル50室以上のホテルに1室だけ車椅子を使える部屋があればそれで良いという基準になっているということなんですね。で、実は当事者の障害団体の人に聞いても、50室に1室だけしかないということであれば、2、3人で車椅子の人が泊まりに行ったら、実は同じホテルに泊まれないなんていうこともあったりするわけで、本当にこれで東京パラリンピックあと1000日迎える中で大丈夫なのかということを危惧しております。今どのような検討が進められているのか、そして把握をどうされるのかお聞きしたいと思います。真鍋国土交通省大臣官房審議官。宿泊施設のバリアフリー化についてのお尋ねでございました。高齢者、障害者などがより円滑にホテル、旅館などを利用できる環境を整える、これは重要な課題だと認識してございます。このため、現在、実態調査を進めております。利用者の方にとって、どの宿泊施設にどの程度車椅子使用者などが利用可能な客室があるのかという情報が入手できる環境の整備が大変重要だという認識から、関連団体の協力を得まして宿泊施設におけるバリアフリー対応の実態調査を本年10月から実施しております。この調査で得られた情報をもとに利用者が必要な情報にアクセスできる環境を
整えるようにしてまいりたいと思います。またこのような対応に加えまして、東京オリパラ大会を契機としてバリアフリー対応を加速させる観点から、学識経験者、障害者関連団体、宿泊施設関連団体および地方公共団体などから構成される検討会を設置いたしまして、先ほどの実態調査を踏まえながら、バリアフリー法、先ほどご指摘いただきましたバリアフリー法のバリアフリー対応客室数の基準、その見直しの検討をしていただくこととしており、ちょうど本日午後第1回の検討会を開催する運びとしております。検討会でのこのご議論を踏まえまして、今後バリアフリー対応客室数の基準について必要な見直しをしてまいりたいと存じます。尾辻佳奈子君。はい、時間かきましたけれども、ぜひですね、この客室の基準を見直していただきまして、そして、これはパラリンピックのためだけではなくて、それ以降、いろんな方が、ちゃんと、宿泊できる、環境整備を進めていただきたいと思います。時間が参りましたので、以上をもちまして私の質問とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。